ボケラジオ、オープニングトークでやっております。ボケ大喜利でございます。こちら、今週のお題こちら。埼玉県の住みます芸人、エリンギ、小平司さんが運営する訪問看護ステーション、どんな特色がある？埼玉県の住みます芸人、エリンギ、小平司さんが運営する訪問看護ステーション、どんな特色がある？でございますね。はい。埼玉県のね、住みます芸人さんですね。エリンギ、これコンビ名だったかな？コンビ名。確か女性二人のコンビなんですよ。お笑い芸人ね、吉本興業のお笑い芸人さんで。エリンギっていうコンビ名で、小平司さんという方がいらっしゃって、その方が、運営する訪問看護ステーション。そうなんですよ。なんか運営してるらしいんですよ。訪問看護ステーションを、吉本バックアップがあるのかな？ちょっとその辺はわかりませんけどもね。訪問看護ステーションを運営しながら芸人をしているというところらしくてですね。まあその訪問看護ステーション。まあ、なんですか、すいます芸人さんがやる訪問看護ステーションなんで、やっぱ普通の訪問看護ステーションとは違うのかなと。一味も二味も違うんじゃないかなと、私は思っております。なんで、今週のお題はこちらでございます。エリンギ、小平司さんが運営する訪問看護ステーション、どんな特色がある？でございますね。はい。一体どんなものがあるんでしょうかね。さあ、で、ボッケ大喜利の方はですね、このボッケラジオ自体がですね、収録番組でございまして、すいません、生放送じゃないんですよね。生放送じゃないので、収録となっておりますんで、今、ちょっとこのお題に対していい回答が思いついたという方すいません。ちょっとね、生放送じゃないんで、私の方にダイレクトには届きませんのでね、ツイッター、X ですか？ X の方でですね、こちらね、回答を募っておりますんでね、前もってやってますんで、ぜひともご回答いただければなと思っております。もしくは配信アプリの17ライブ、ワンセムライブの方でも、回答を募っております。こちらはね、生配信なんですけれども、告知はとりあえずやってないんですよね。告知はやってませんので、こちらですね、たまたま見かけられましたら、ご回答いただければなと思っております。さあ、訪問看護ステーション。まあ、訪問看護ステーションさん自体ね、一般の方にはね、あんまり馴染みがないんじゃないかなと思うわけでございます。一般の方というかね、まあ、大多数の方には、まあ、訪問看護ステーションを利用するっていうことはね、あんまりないんじゃないかなと思いますね。まあ、私、岡崎氏はね、障害福祉のね、仕事してますんでね、訪問看護ステーションさんとは、割とやりとり何社かとやってますんでね、まあ一体どんなことをされてんのかとか、どんな感じなのかとかいうのは大体わかるんですけれども、まあ一般的には、わからないかなと思います。そうですね、まあ、普通の住宅にね、お家にお住まいの方に行くパターンもあれば、施設に訪問看護ステーションさんの看護師さんが行くっていうパターンがあったりだとかするわけでございますけれどもね。在宅されてる、まあ、家にいらっしゃる方のところにも行くし、さっき言った施設で言ったら、まあ、老人ホームだとかにも訪問看護ステーション来ていたりだとか、あとはまあね、まあ、僕がやってるグループホームというところ、でも、訪問看護さんがやってきて、いろいろするという形になってます。まあ、バイタルチェックとかね、体調を聞いたりだとかね。あとはね、まあ、いろいろ相談事というか、お話をしたりだとかね。まあ、そういったのが、訪問看護ステーションさんっていう、そういう認識でございますよ。はい。そんな感じでございまして。さあ、一体この訪問看護ステーション、一体どんなものなのか、答えていただければな、と思っております。ということで、X から、プッチョアナさんの回答でございますね。ありがとうございます。プッチョアナさん、ありがとうございます。いきます。プッチョアナさんの回答でございますね。ありがとうございます。プッチョアナさん、ありがとうございます。いきます。埼玉県のすいます芸人、エリンギ、小平司さんが運営する訪問看護ステーション、どんな特色がある？訪問中にスピード違反と一時停止違反で切符切られたナースがそこそこいる。ワン、ツー、スルボッケーです。せっかちなのかしらね。せっかちなのかしらね。
看護師さんがね。それでもいつもなんかちょっと何時に来るとかって大体決まってますんで、うん、もういっぱいいっぱいなんかもしれない。もうめちゃくちゃ訪問する先よりも、もうスケジュールに詰め込んで詰め込んで詰め込んで、次のスケジュール間に合わんぞと、次の訪問間に合わんぞという看護師がもう大多数いるところでね、なんだろうな、スピード違反と一時停止違反だから めちゃくちゃ急いでますよ。めちゃくちゃ何をそんな急ぐことがあるのか、ちょっとすいません遅れますってちょっと連絡すればいいんですけど、めちゃくちゃ急いでる、大丈夫ちょっと心配になりますけどね、そんな看護師さんに見てもらうのもねちょっと心配になっちゃうけど、なかなかのなかなかのぶっ飛び具合の訪問看護ステーションさんでございます。さあ、みえさんの回答いきましょう。ファンセブンライブからみえさんの回答でございます。いきます。埼玉県のスイマス芸人、エリンギ、小平司さんが運営する訪問看護ステーション、どんな特色がある？三色エリンギ料理が提供される。オッケー、オッケー。それは、オッケー。エリンギって三色もあるの？じゃあご飯ね。三色って、一色、二色、三色、四色の、色じゃなくてね、食べる方ね。三色全部エリンギ料理が提供されるってね。まあ、美味しいからいいけどね、エリンギね。エリンギって、うまいですよね。まあ、一番好きなのは舞茸です、私、岡崎翔は。エリンギも美味しい、エリンギステーキっていうのがね、もうできるぐらいね。エリンギってもう、あれ単体でね、そこそこ、ポテンシャルのある食材だと思ってますんでね。キノコ界ではエリンギはちょっとね、上の方にあるなと、私は思ってます。うん。そんな感じでございまして。健康には良さそうね。毎日、キノコ食べてたらね、健康には良さそうでございますよ。それにキノコはね、なんか、何ですか？食物繊維とかも多いですしね。ああいうのもあるし、なんかほんまかどうかわからんけれどもね、何ですか？脳の、その、神経を、なんか再生させたりする、そういう、効力があったりとかっていうのもね、なんかで見たり聞いたりした記憶がございますね。脳にいいらしいですよ、キノコはね。さあ行きましょう。プッチャーさんの回答でございます。埼玉県のスイマス芸人、エリンギ、小平司さんが運営する訪問看護ステーション、どんな特色がある？バイタル測って、大丈夫みたいですね。次の訪問あるんで、じゃあ、と言いながら帰ってしまう。すいません。すいませんでございます。まあ、バイタル測ってね。うん。大丈夫みたいですね。ってね。うん。次の訪問あるんで、じゃあ、早いですね。まあ、時間は、どうなんですかね。まあ、時と場合によったりすると思うんですけど、だいたいまあ、30分前後じゃないかなとは、基本思うんですけども、まあ、大きい施設とかだったら5分10分のところもあるのかな。うん、うちのグループホームだと基本みんな30分ぐらいされてるかなと思うんですけどもね。まあ、とある訪問看護さんはね、バイタル測って、体調どうですか？大丈夫。そうですかみたいな感じで、ずっと座ってるっていう情報もあったりしますけどね。訪問看護さんがね、体調どう？最近どう？みたいな話して、まあ、訪問看護受ける側も、別にそんな話を膨らませようとはしてないから、まあ別に特に何もないですって終わらして。で、訪問看護の看護師さんが、ああ、そうですかって言って、ずっと座ってるだけっていうね、そういうところもあるみたいでございますよ。はい。まあまあまあ、いろんな情報をね、得たりするわけでございますけれどもね。さあ行きましょう。みえさんの回答行きました。埼玉県のスイマス芸人、エリンギ、小平司さんが運営する訪問看護ステーション、どんな特色がある？エリンギのネックレスをしていないと看護を受けられない。ワン、ツー、スリー、オッケー。どこに売ってんの？エリンギのエリンギの形結構大きいですよ。ネックレスをしてるわけですから。あれをしてないと、見てくれないっていうことですね。なかなか、どこで見つけてくるんやっていうね。そんな、アクセサリーですけどね。はい。さあ、行きましょう。さ、プチャンさんの回答でございます。いきます。埼玉県のスイマス芸人、エリンギ、小平司さんが運営する訪問看護ステーション、どんな特色がある？
なぜか農家のお宅に訪問すると毎回エリンギをいただく。ワンツースルボッケー。名前が名前ですからね。それはね、まあでもエリンギ小平司さんが運営してる訪問看護ステーション、小平司さんがもらうんやったらわかるんですけれども、訪問看護ステーションはね、確かね、条件が 2.5 人という形になってますんでね、他にもスタッフがいるわけでございますよ。多分、小平司さんの相方さんは、看護師の方ではないと思うんですけど、ちょっとすいません、ちゃんと見れてないから、情報がね、多分違ったと思うんですけどもね、なんなら、あれや、すみます芸人は、小平司さんだけがすみます芸人になってたはず、確か。うん、相方さんは、なんか、違うというか、すみます芸人さんではなかった気がするんですけど、間違ってたらすいません。多分そうやったと思うんですけどもね。だから、条件加算 2.5 人なんで、まあ、小平司さんは1だとして、あと 1.5人は看護師さんがいらっしゃると思うんですけれども、これがね、なんでしょう。エリンギをもらっても、私エリンギ関係ないし、と、1.5 人の訪問看護の看護師の方は思うわけでございますね。多分そうでしょう。さあ、行きましょう。みえさんの回答。さあ、みえさんの回答。埼玉県のすいます芸人、エリンギ小平司さんが運営する訪問看護ステーション、どんな特色がある？男性のあれを外し、エリンギ移植する。最低な。スリボッケ。すごい、ね、あれを外して、エリンギを移植する。ふにゃふにゃですけどね、もう。まあいいです。はい、行きましょう。さあ。さあ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 。フッチャーさんの回答行きましょう。埼玉県のすいます芸人、エリンギ小平司さんが運営する訪問看護ステーション。どんな特色がある？独居のお宅にはお弁当を届ける。優しい。スリボッケでございます。また、独居のお宅でね、まあ、ご飯も、ね、なかなか準備するのもね、大変だという、そういう方もいらっしゃるとは思うんですよ。そういう方のためにね、お弁当をお届けするというね、まあ、看護もするし、お弁当もお届けするし、もう一石二鳥のこのね、動きをされるということですかね。エリンギ弁当ですかね。さあ。さあ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 。行きましょう。みえさんの回答。埼玉県のすいます芸人、エリンギ小平司さんが運営する訪問看護ステーション。どんな特色がある？お、タイラ、トゥー、カサ。どういうことこれ？ツッツッツー、ボッケイ。ちょ、どういうことや？全くわからんぞ。お、タイラ、トゥー、カサ。お、おに小さい、つーにびっくり。平ら。うん。to, two, 傘。アンブレラの傘。どういう意味だ？お平ら。あ、to 傘。あ、そういうことね。すればっけ。意味がわかりました。お平ら、to 傘。つかさね。なるほど。ありがとうございます。ようやくわかりました。さあ。ぷっちゃんさんの考え、回答いきましょう。さあ。これだ。埼玉県のすいます芸人、エリンギ小平司さんが運営する訪問看護ステーション、どんな特色がある？そのうち飛んで埼玉のネタにされる。ワンツースルボッケー、フォーボッケー、後乗せフォーボッケーでございます。見ました？飛んで埼玉って今2までやってんのかな。岡崎もね、1だけ見ましたね。飛んで埼玉1見ましたけれどもね、すごい、あのね、ごめんなさいね、でも全部見てないかな、途中までしか見てないかもしれない。なんかね、めちゃくちゃでもネタにはしますよね。埼玉ネタがもうすごいめちゃくちゃ多いんですよ。埼玉芸能人ネタみたいなのもね、かなりあるんですよね。なんか、なんだろうな、あれ、戦みたいな感じでね、なんかね、なんていうの、あの武士たちと武士たちと武士たちの戦みたいな感じでネタをね、バーンって披露するわけでございますけど、結局にはね、そのうち、この、小平司さんがね、運営する訪問看護ステーションもね、飛んで埼玉のネタになるんでしょうか、というところで行きましょう。
さあ、皆さんの回答いきます。埼玉県のすいます芸人、エリンギ、小平司さんが運営する訪問看護ステーション、どんな特色がある？体温計がエリンギの形してる。確かにしてそう。それ OK。確かにしてそうですよね。若干似てるよ、あの、体温計ね。体温計がね、エリンギの形みたいになってるというね。どっちが、どっちだろうな。この、尖ってる方が脇に挟む方かしら。うん、ちょっと挟みづらそう。行きましょう。さ、プチャーさんの回答でございます。埼玉県のすいます芸人、エリンギ、小平司さんが運営する訪問看護ステーション、どんな特色がある？午前中は所属ナース対象に看護学の授業を行っている。ワン、ツー、スリー、ボッケ。勉強熱心。勉強熱心な訪問看護さんですよ。看護学の授業をね、行って、午後から、行うというところでございますね。さあ。さあ、行きましょう。みえさんの回答でございます。埼玉県のすいます芸人、エリンギ、小平司さんが運営する訪問看護ステーション、どんな特色がある？キノコ農家限定訪問看護ステーション。ワン、ツー、スリーボッケ。そんな限定的な商売はね、難しいですよ。対象となる、患者さんの対象となる、ね、割合が、母数が少なすぎる。キノコ農家限定でね、町に一つ農家、キノコ農家あったら、多い方じゃないかなと思うんですけれども。なかなかない。埼玉は多いのかしら。さあ、行きましょう。プッチョンさんの回答でございます。行きます。埼玉県のすいます芸人、エリンギ、小平司さんが運営する訪問看護ステーション。どんな特色がある？おたんこナースが看護師長をやっている。すればOK。おたんこナースって何やったっけ？漫画？漫画かしら？ちょっとおたんこナース、なんか聞いたことあるけど漫画かな？ちょっと見たことはないな。ナースのお仕事っていうドラマありましたよね。あれとは違いますよね。おたんこナースっていう漫画があるのかしら？ちょっとあまり存じ上げてないですけどね。おたんこナース、多分そうでしょ。おたんこナース、おたんこナース。あ、なるほど。うん。漫画だね。ほう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 。漫画ですよ。ほうほう。ボケナースっていう小説家にもされてるということらしいですけどね。すみません。読んだことはないんですけども、名前だけは聞いたことありました。さあ、次の回答は、さあ行きましょう。皆さんの回答いきます。埼玉県のすいます芸人、エリンギ、小平司さんが運営する訪問看護ステーション、どんな特色がある？埼玉、小平動物病院、訪問看護ステーション。動物病院に訪問看護ステーションあるのかしら？埼玉、小平動物病院、訪問看護ステーション。ありそうで、でもないでしょうね。訪問看護って、その、看護師が回る、そう、動物のね、その、ために回るっていうの、そんなことは、ないとは思いますけどね。なんか、でも動物、獣医さんか。獣医さんが、訪問、往診、その、各地を回るっていうのはありそうですけど、訪問看護ステーションでは、ないでしょう。そう、なかなか、なんですか、お客さんもそんなに、いるわけじゃなさそうですしね。なか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 。さあ、行きましょう。ぶっちゃんさんの回答。さあ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 。埼玉県のすいます芸人、エリンギ、小平司さんが運営する訪問看護ステーション、どんな特色がある？方向音痴のナース多く、いい確率で道に迷って遅刻する。なんぞ。するばっけ。さっきのなんか、何？スピード違反？一時停止違反？とちょっとなんか関連しそうな気がしますけれどもね。確かにね、方向音痴の方はね、なかなかこの訪問看護っていうのはね、難しいのかもしれないですよ。方向音痴の方は、なかなか
たどり着けないかもしれませんね、患者さんのところまでね。だからあれですよ、地図を見る能力というかね、まあ大体まあ皆さんナビがあるからね、車でもナビありますし、自転車で回る方もやっぱナビとかはありますから、まあ今時なかなか方向音痴でねないと思うでしょう。結構皆さんたどり着かないんですよね。もうこんなにナビが普通に手元にある状態なのに、なかなかたどり着かない人っていますよね。まあ訪問看護の話じゃないんですけど、やっぱね、何ですか、僕の職場とかでもね、面接とかがあるわけですよ。初めてここに来るっていうのがあったりするわけですよ。この、例えば事務所とかで面接します。この住所に来てくださいって言ってね。だいたいね、10人に1人2人ぐらいね、たどり着けないんですよ。もうちょい多いかもしれない。10人に7人。あ、10人中3人ぐらいね、住所言ってパッとたどり着ける人、10人中2、3人たどり着けない人います。びっくりしますけど、実際いるんですよ。何回か岡崎が、ここです、ここです、言うて、こっちの方ですわ、言うて、じゃあ近くのコンビニで、ちょっと待っといてください、みたいなことはね、ありますよ。はい、さあ、ツイッターから。ツイッター、さっき読んだね。プッチャーさん、次はラスト回答でございます。そろそろラストでございますよ。みえさんの回答行きましょう。みえさんの回答。行きます。埼玉県のすいます芸人、エリンギ小平塚さんが運営する訪問看護ステーション、どんな特色がある？エリンギプールで泳ぐ訓練がある。何、エリンギプールって言って何ですか？そんなプールがあるんですか？確かにエリンギってちょっとふにゃっとしてるイメージがあるんで、何ですかね、なんかクッションプールみたいなのありますよね。なんか遊ぶところにクッションプールとかあったりしますけれどもね。まあエリンギ自体がそんな感じですかね。クッションみたいにな、じゃないかということですかね。さあ行きましょう。さあプッチャーさんラスト回答でございます。行きます。埼玉県のすいます芸人、エリンギ小平塚さんが運営する訪問看護ステーション、どんな特色がある？朝5時から訪問看護を行っている。元気ですね。めちゃくちゃ元気ですよ。朝5時から。朝5時から、看護、訪問看護を受けたいっていう人、いるんでしょうか？うん、それぐらい疑問ですけれども、朝5時から、もう、そう、何時に終わるんだ、朝5時から動き出してっていう、そんな感じがしますけれどもね。さあ、行きましょう。みえさんの回答いきます。埼玉県のすいます芸人、エリンギ小平塚さんが運営する訪問看護ステーション、どんな特色がある？小平訪問看護ステーションの患者さんは、頭のつむじにエリンギを移植する決まり。それボッケ。頭にね、頭に。ちょっと前にね、中国でね、アクセサリー。目があるんですよ。何ですか？目ってわかります？草の目あるでしょ？双葉の目。あんな感じのやつはね、中国ではね、頭につけるっていうアクセサリーがね、数年前にね、ちょっと流行ってたみたいですよ。うん、実際つけてるの見たことないけどね、中国の方では流行ってたことがあるそうですよ。あとはあれですよ、マザー2を思い出しますね。スーパーファミコンのゲームのマザー2。マザー2がね、頭の上にキノコを生やすんですよ。ね、キノコね。あれ何やったかな、なんかキノコが生えたらなんか体が麻痺するみたいな、なんかそんな感じだったような気がするんですけどもね。さあということで、今週こんな感じで MVP を発表しましょうか。はい、今週の MVP、 あ、そう、月間 MVP の方にこれ説明しなかったんちゃうかな。月間 MVP の方には商品をプレゼントとさせていただいております。でこのお題は3月の1週目ということになっておりますんでね。はい、よろしくお願いします。さあそれでは MVP をお伝えさせていただきましょうか。ちょっとカウント合ってるかしら。さあ行きましょう。今週のボケ大喜利、埼玉県のすいます芸人、エリンギ小平塚さんが運営する訪問看護ステーション、どんな特色がある、この MVP はプッチャーさんでございます。
ありがとうございます。プッチョナさん、今週第1位 MVP でございました。それでは、ボッケーラジオ、スタートです。